4月といえば半期が終了するタイミング。選手たちとすれば半年間頑張った成果が試されるとも言えます。もうすぐゴールという気持ちの中で、まさかのフライング。しかも1本目とかであればなんとか耐えれるのかもしれませんが、2本目となってしまうと話は別です。そんなある種ゴール間近で F2 状態となってしまい、5月以降は隠れ F2 状態ともなってしまうであろう A1 級レーサーをまとめてお届けさせていただきます。今後も競艇の情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。隠れ F2 とは、まずはこの説明からさせていただきますね。新しい機に入るとフライングのマークが一斉に消えるのですが、ただ機の最後の方でフライングを切ってしまった場合、フライング休みを消化していない状態で新しい機を迎えることになります。4月などは年度が変わるタイミングであり、一気に斡旋が入るケースがありますので、結果フライング休みが取れないまま新しい機で走る必要が出たりもします。ただフライング休みが60日分控えているので、新しい機でフライングを切ってしまえば、さらに30日分のフライング休みが加算されることになります。そうなれば90日の休みともなってしまい、約3ヶ月の休みとなってしまうので、機の半分を出走できないことになってしまいます。そうなってしまえば出走数の兼ね合いで A1 級レーサーにとっては致命的なダメージを負うことになります。 A1 級維持には最低90走が必要となるので、結果走りきれなくなる可能性が出ます。 A1 級降格危機となってしまうわけです。だからこそ隠れ F2 の選手はスタートを決めることが極めて難しくなってしまいます。ただ5月以降出走表では F マークがついていないので、なんでこの選手スタート行かないの?とスリットを見ると不思議に思うケースも出てしまうのです。だからこそ隠れ F2 の選手は事前に把握しておく方が船券を購入する時に良いと言えるでしょう。では改めて隠れ F2 となってしまうであろう4名の A1 級レーサーをまとめてお届けさせていただきます。浜崎正則、広島支部所属113期の A1 級ボートレーサー。浜崎選手といえば、個人的に記憶に新しいのが2月に開催された G1 中国地区戦で、準優勝戦に2号艇で出走、1号艇にはゴールデンレーサーで前年覇者でもある茅原選手が構えますが、コンマ01と超踏み込んだスタートを決めます。結果2コースまくりを決めて優勝戦へと駒を進めます。この時はフライングを1本持っている状態でしたが、勝負するなぁと感心したものです。実際1号艇の茅原選手もコンマ08のスタートを切っている中でしたし、茅原選手もスタート負けですね。僕としてはあれ以上は付き合えない、足はあそこからでも追いついていたし十分ですよとも語っておりました。茅原選手はここで無理してフライングをしてしまえば SGG1 に出れなくなってしまいます。しかも G1 準優勝戦でのフライングは2023年からの厳罰化で半年間 G1G2 へと出れなくなってしまいますので、それ以上のリスクを背負えなかったということでしょう。茅原選手の場合、優勝して手に入るSG ボートレースクラシックへの出場権はそもそも持っていましたしね。ただ浜崎選手としては勝負したい理由があったのだと思います。その願いこそ SG 初出場を叶えたいという点です。今年で30歳を迎えている浜崎選手、 G1 地区戦で優勝すれば SG ボートレースクラシックの出場権を手にすることができました。浜崎選手も A1 級には2021年に昇格を果たし、2023年前期に一度 A2 級へは降格していますが、それ以外はずっと A1 級。ただまだ SG への出走経験はありません。 G1 には19節出ていますが、まだ優勝経験がないので SG への扉は閉じたままとなっています。ただ G1 に出ているというだけでもとても恵まれてもおり、A1 級に在籍しながらも G1 などに全然斡旋されない一般戦周りを余儀なくされている選手もいたりします。そんな中で直近3節で見ましても G2 と G1 とはなっておりますし、
人気選手と言えるでしょう。ある種恵まれているとも言える中、大村で開催された海の王者決定戦に出場。そうなった中で4号艇で迎えた浜崎選手。しかしフィット離れで5号艇の山田選手に4コースを奪われてしまいます。雨と風が強いコンディションでのレース、スタートも難しい中とも言えるでしょう。スタート練習とは違うコース、走り慣れているジョーであればかもですが、地元ではない大村となっているので角まくりを決めることができる。4角を取られてしまうというピット離れミスしたことなどもあり、焦ってしまったのかもしれません。結果勇み足となりコンマ02のフライングとなってしまいました。ただこれがただのフライングであればよかったのですが、2本目のフライング、つまり F2 と4月末の級別審査前に陥ってしまいます。ただもう91走を走っている浜崎選手なので今すぐ A1 級降格動向はないのですが、直近の圧戦状況を見ましても7節も入っており、地元の宮島で開催される G1 まで圧戦が入っているため、フライング休みはこの G1 以降となってしまいます。この結果、来季は浜崎選手については冒頭でもお伝えした隠れ F2 状態となってしまいます。 A1 級維持を考えればこれ以上のフライング休みを食らうわけにはいかないので、もうスタートはいけないでしょう。特に4月に至ってはスタートは絶対にいけません。 F3 になればプラスで60日乗ってしまうので B2 級確定ともなってしまいますからね。4月はあと2節あるので無理せずに5月をお迎えください。小野聖奈、福岡支部所属103期の A1 級ボートレーサー。小野選手も3級明けから即 A1 級に復帰された選手であり、全速ターンでファンを魅了する人気選手です。そんな小野選手は A1 級に復帰した今季の3月に三国の一般戦で大橋選手と共にフライングを切ってしまいます。この結果、5月に宮島で開催されるレディースオールスターに出れなくなってしまいました。中間発表時では約5000票を得ており、14位の順位にもつけていたので本来であれば選出されるはずでしたが、このフライングのため選出外となってしまいます。ただフライングを1本持ったぐらいでは何もないかのような成績を次の節でもあった角のヴィーナスシリーズで見せつけます。3号艇から1回2着があるだけで、それ以外は全て1位と圧倒的な走り。優勝戦も1号艇で臨みますが、まさかのコンマに4というドカ遅れで2号艇の浜田選手にまくられて、惜しくも準パーフェクト V は逃してしまいます。フライングの影響は G1 などの優勝戦でもないのでそこまで大きく考えていなかったはずですが、それでもそれまでの戦績を見れば小野選手の強さは変わらないと言えるでしょう。しかし悲劇は次の常滑で行われたオールレディースで起きてしまいます。なんと4日目にまさかの5号艇からコンマ02のフライングを切ってしまうのです。スタート感がないですとレース後肩を落としてしまった小野選手。フライング休み明けに入っていた5月19日の福岡での一般戦後にまたフライング休みへと入ります。結果5月上旬のフライング休み分とプラスで60日の休みに入るので、小野選手も少し重めの隠れ F2 状態とはなります。 A1 級維持には残りの3ヶ月で圧戦に入れるだけ入る必要は出てくるでしょう。ただ休みは7月半ばくらいまでなので、8月に開催される G1 レディースチャンピオンには出れるようなので、ぜひとも頑張ってください。永井源、愛知支部所属86期の A1 級ボートレーサー。当チャンネルでも SG に出場回数0回ということでご紹介させていただいた永井選手、もう6年連続 A1 級を死守したことにもなり生粋の A1 級レーサー。そんな永井選手も来季は少し危ないかもしれません。今季1本目のフライングは年末の12月に鳴門で切っており、このフライング休みは2月から3月で消化しているのですが、4月10日より宮島で開催された一般戦の12レースドリーム戦にてまさかのコンマ01のフライング。初日からましてやドリーム戦でのフライングはあまりにも痛い。この結果、永井選手もここまで紹介した選手同様に F2 となってしまい、5月12日まで圧戦が入っているのでフライング消化は来季となってから
今季は勝率も6点台半ばもありますし、出走数も102走もすでに走っているので、A1 級で来季を迎えられますが、フライング休みを考えれば、隠れ F2 状態といえます。SG に出場するためには、踏み込んでいく必要は本来ある永井選手ですが、それも来季もなかなか難しいという状況となりそうです。戸塚邦義、東京支部所属105期の A1 級ボートレーサー、自らをキモータの代表としても語ってしまう戸塚選手。アニメやガンダム愛があふれるインタビューをガマゴーリで受けておりました。自分のスタイルに誇りを持っている素晴らしい戸塚選手。そんな戸塚選手が躍動していたのが直近の江戸川での一般戦。東京支部ということもあってか、江戸川校舎ぶりを見せつけ、オール3連隊でまとめ上げて優勝戦を1号艇で迎えます。勝率的にも A1 級に残れるかというところでもあった戸塚選手、勝負がけとも言えたレースであったと思いますので、是が非でも優勝をつかみ取りたいところだったでしょう。そんな戸塚選手がまさかの優勝戦でフライングを切ってしまう結果となりました。ちなみに優勝戦のフライング事故点は通常レースよりも10点多い30点。もう期が終わるので B2 級とかにはならないはずですが、4月10日から5月9日までの30日休み後、地元多摩川で一節入ってから、また5月17日から7月15日までの60日のフライング休みに入ります。日が変わってからフライング休みに入るため、1本目と合わせまして重めの隠れ F2 と言えそうです。来季は何級となるのかにもよりますが、フライング休み明けは頑張って走る必要があると思いますので、ぜひ頑張ってください。今回は隠れ F2 状態となってしまう4名の A1 級ボートレーサーをまとめてお届けしました。来季船券を買う際は注意してくださいね。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。